皆さんこんにちは。防災士のいろはです。8月8日に九州で大きな地震が起き、南海トラフ臨時情報、巨大地震注意が発令されて3日目。皆さんの生活はどうですか？防災意識が上がって防災し始めましたか？それとも特に防災なんてしていませんか？今日は防災している人にも、していない人にも、必ず持っていただきたい本当にあなたの命を救う防災ポーチの作り方をお伝えします。本気で被災した時のことをイメージして作ってみたのですが、ニュースなどで言われている防災ポーチとは大きく異なる中身になりました。私がどんなものを入れるのか予想しながら見てみてください。では早速始めていきましょう。あなたの命を救う防災ポーチ。まずは防災ポーチについて簡単におさらいしておきましょう。防災ポーチとは、自宅に用意してある水や食料などとは異なり、カバンに普段から入れておける軽量コンパクトに防災用品を入れておくポーチです。主に外出時に被災した際に使うための防災用品になっていて、自宅もしくは避難所までに無事にたどり着くために必要なものが入っています。普段持ち歩くので重すぎてもダメだし、少なすぎると役に立たないというバランスが難しいセットです。しかし、ちゃんと機能する防災ポーチがなければ、自宅にあるたくさんの防災備蓄にたどり着くことができなくなってしまうという、非常に重要なものでもあります。いろんな自治体や機関が、いろんな防災ポーチを紹介していますね。ということで、防災士いろはが作ったポーチをご紹介していきましょう。1、防塵手袋。早速見慣れない道具をぶっ込んでみました。防塵手袋とは、特殊な切れにくい繊維やコーティングが施された手袋です。防災ポーチというと絆創膏のイメージがあります。これなぜ入れるのかというと、怪我をした時に応急処置をするためです。しかし、災害初期の怪我は医療が逼迫して治療を受けにくくなるため、怪我は極力避けたいトラブルです。そのため、まずは怪我を応急処置するための備えよりも、そもそも怪我をしないための備えをしておく必要があります。災害が起きると、ビルのガラスが割れたり、地割れが起きたり、扉が歪んで開きにくくなったりします。どうしても避難経路の中には、そのような危険な場所を通らないといけないこともあります。そんな中を素手で、無傷でクリアをするのは、メイクなしで出社して、誰にも気づかれずに退社するのと同じくらい無理があります。防災ポーチの最も重要な役割は、持っている人が怪我なく、無事に避難所や自宅にたどり着くためのサポートをすることです。まずは最も災害時に危険物を触るリスクの高い手から保護します。本当ならヘルメットも持ち歩きたいですが、もはやポーチの域を超えてしまうのでなしにしています。 2. ホイッスル。外出中の災害発生時、自分は建物や大きな棚の下敷きにならない前提で防災ポーチの中身を選定していませんか？大きな揺れで身動きが取れず、しゃがみ込んでいたらそこに棚が倒れてきたり、建物が崩れて閉じ込められたりすることは全然ありえます。そんな時に救助を求めるために必要なのがホイッスルです。ホイッスルなんか持ってても、災害が起きてすぐは救助隊がいないから意味ないでしょ。そんな意見もあるかと思いますが、それは明確に否定させていただきます。このグラフを見てください。これは阪神・淡路大震災の時に救助された人が誰に救助されたのかを示したグラフです。赤が自衛隊や救助隊、青が近隣住民です。助けられた人のうちのおよそ8割は救助隊ではなく一般人によって助けられています。なんかかっこいいグラフですよね。私このグラフ大好きなんです。何が言いたいかというと、救助のプロフェッショナルじゃなくても、周囲の人はあなたが助けを求めてくれれば助けてくれる可能性があります。助けを呼んでくれる可能性もあります。まずはここにいるよと合図して見つけてもらうことが大切になります。必ずホイッスルは持っておくようにしましょう。あ、もしあなたが逆に助ける立場だった場合、周囲が危険だったら無理に自分で助けようとせず、安全が確保できるところから励ましたり応援を要請するようにしてください。特に閉じ込められただけでなく、足などを長時間にわたって強く圧迫されてしまっている場合は、無理に助けるとクラッシュ症候群という状態になってしまい、かえって命を危険にさらしてしまう可能性があるため、要注意でお願いします。いいですか？助けを求めている人を助けられるのはとてもかっこいいですが、自己犠牲を伴う救助は絶対ダメです。まずはあなたの命を最優先してくださいね。3、傷当てパッド。
防災ポーチといえば、絆創膏、大抵の防災ポーチには入っていますが、冷静に考えてみてください。災害時の怪我って小さい絆創膏で収まるのでしょうか？私は厳しいかなと思っています。あと、災害時に怪我をした時にまず必要なのは絆創膏ではなく洗浄と止血処置です。災害時の怪我、本当なら是が非でもどこからかペットボトルの水を調達してしっかり洗浄していただきたいです。まずは怪我をしたらなんとか水を手に入れるところから頑張ってみてください。ただどうしても水が手に入らなかった場合は、可能な限り早めに医療機関で治療してもらうという前提のもと止血処置をします。ということで、持っておくのは傷当てパッドと袋です。ガーゼでもいいのですが、止血後に凝固した血液にガーゼの綿がひっついてしまうと剥がす時に痛いし再出血することもあるため、私は傷当てパッドにしています。ただこれを直接手で持って傷に押し当てちゃダメです。それをやってしまうと手に血液がついたり、逆に手についた細菌やウイルスが傷口に侵入してしまいます。ということで、登場するのが次の持ち物です。4. 防臭袋。はい、防臭袋です。まずは怪我の処置からお話しします。さっきの傷当てパッドを傷口に当てる前に、手袋代わりに防臭袋をつけて、その状態で傷当てパッドを傷口に当てて圧迫します。これで手からの感染や手の汚染をある程度予防することが可能です。だいたい3分とか5分くらい圧迫していれば止血が可能です。血が止まった後はそのまま傷当てパッドを袋をはめたまま握り込んで、裏返しに外して結べば汚染物の処理が完了です。血の止まった傷口は後でご紹介する絆創膏で保護します。防臭袋は応急処置のツールとして持ち歩くことが主な目的ですが、もちろん他にも使えます。例えば濡れたら困るラジオなんかを入れて簡易的な防水用品にしたり、食べたもののゴミをまとめていくことも可能です。 A 字も U 字も大活躍できるのが防臭袋です。 5. 防水絆創膏。先ほど絆創膏では小さすぎると言いましたが、適材適所なので大小を揃えておきます。大判タイプのものは先ほど止血処置した後の傷を保護するために使用します。小さいものは指先の怪我など大判タイプのものが使えない場所に使用します。数枚持っていてもかさばらないため、しっかり大小を揃えておきましょう。またお子さんがいらっしゃる方はキャラものの絆創膏やシールも役に立ちます。お子さんにとってキャラクターの絆創膏や普通の絆創膏に貼ったキャラクターのシールはすごく嬉しいですし、勇気をもらえる場合があります。そんなのんきなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、緊急避難時に子供の心が折れているかいないかで、その場の生存率にもその後のメンタルヘルスにも大きく影響してくる可能性があります。それがシールや絆創膏で少しでもできるなら全然ありです。 6. アルコール消毒面。一昔前は怪我をしたらプシュッとアルコールを吹きかけるのが一般的でしたが、それでは常在菌まで殺菌されてしまい、かえって治癒を遅らせたり感染症を助長する可能性があると指摘されています。怪我をしたら流水で洗浄、今はそれが一般的になってきています。ということで、アルコールは傷口ではなくその周囲の血液汚染された肌に使います。感染の可能性のあるものはできるだけ少ない方がいいですからね。他にも何かを触った後の手や物の消毒にも使えたりするので、アルコール消毒面は何かと重宝します。 7. マスク。大きな地震が起きるとそこら中ホコリだらけになります。多少のホコリであれば問題ない場合も多いですが、多量のホコリを吸ってしまうと健康上のトラブルが起きてしまうこともあります。体に害のあるものを極力入れないためにもマスクはしっかり持っておきましょう。さて、ここまでいろいろ紹介しましたが、こう思った人もいらっしゃるでしょう。怪我の処理道具ばっかじゃん。そうです、先ほどもお伝えしましたが、防災ポーチとは防災意識高いアピールのファッションでもなければ小道具入れでもありません。命を救うためのポーチなのです。怪我をしてしまうことも、怪我をしてしまった後適切な処置ができずに起きてしまうトラブルもダイレクトに命に関わります。どうしても死なないということを考えると、防災ポーチには医療セットが優先的に入ってきてしまうのです。とはいえ、それ以外にも必要になるものもありますので、ここからは医薬品以外のものをご紹介していきます。とその前に、皆さん
今回の南海トラフ臨時情報が出る前から水は備えていましたか？また、私の地域ではホームセンターも薬局もショッピングモールも水が売り切れになっちゃっていますが、水を今まで備えていなかった人は無事に確保できましたか？私はペットボトル水も備えていますが、もっと小スペースでコストを抑えて水を備えています。もしよければ、参考にしてみてください。私はこんな感じの20リットルくらいのポリタンクに、水道水を入れて10個くらい備えています。ただ、ポリタンクに入れるときに、どうしても雑菌などが入ってしまうため、数日で取り替えなければなりません。働きながら、子育てしながら、家事しながらそんなことはやってられっかよとなってしまうわけです。普通に現実的じゃないですよね。そこでこの浄水器を使って、電力もポンプをコクコクすることもなく飲み水に変えてもらっています。しかもこれ普通の水道水もミネラルの入った美味しい水に変えてくれるため、災害時だけでなく日頃から使えちゃう優れものなんです。この浄水器はアクアシステムという福島のネイビーフィールズという会社で取り扱っているものです。上の容器に水を入れると、このポコッとなっているマイクロセラミックフィルターが 0.2 ミクロンまでの不純物を除去し、さらにその下のここ、活性炭フィルターとミネラルボールのゾーンで浄水されます。このゾーンを通過することによって、塩素、トリハロメタン、農薬などの薬品をカットし、匂いも取り除いてくれます。そしてきれいに浄水された水は、下のタンクに溜まっていきます。さらに、溜まった水は、この石みたいなやつによって栄養が付加されます。シルバーストーンとミネラルストーンという2種類の石が入っていて、シルバーストーンが溜まった水の雑菌繁殖を抑制。ミネラルストーンという深海から採掘された鉱物は、カルシウムやカリウム、リンなど、様々なミネラルを水に付与させることが可能です。こんな感じで、アクアシステムを使うと、ポリタンクに入っていた水道水を、きれいなミネラル水にしてくれます。実際に、能登半島地震でも活躍したという実績も持っています。アクアシステムとポリタンク水があれば、無駄なコストをかけずに、飲み水を確保することができるため、ぜひ備えてみてください。社長さんはザリガニの匂いのする、ドブ川の水を浄水して飲む、みたいなことをされていましたが、災害時のような胃腸が弱っている時には、できるだけ綺麗な水を確保したいので、まずはペットボトル水をしっかり備えておき、サブとしてアクアシステムとタンク水を備えることをおすすめします。こうやって事前にいろんな方法で水を備えておけば、いざという時に水を買うためにスーパーをはしごする必要もなくなるため、事前に備えておくようにしましょう。ちょっとお話が逸れてしまいましたが、話題を戻します。では次行ってみましょう。7、トーキドミニライト。外出時、災害が起きた時間帯が夜だったら、災害が起きた場所が地下だったら、停電によって視界はゼロになります。異常灯があるかもしれませんが、ほぼ真っ暗です。あたりには割れた窓ガラスの破片や倒れた商品が散乱します。そんな危険度マックスな暗闇の中で、スマホのライトでは不十分です。ということで明るくて小さいライトが必要になります。私が持っているのはこのライト。単三電池より小さいくらいのライトです。くるっとひねるとかなり明るく照らしてくれます。もちろん防水仕様です。スマホのライトは災害時の暗闇には明るさが足りませんし、スマホにはライト以外にも情報収集や安否確認など他に果たしてほしい役割があるため、できるだけバッテリーを温存させるためにも別でライトは持っておきましょう。8、ラジオ。外出中の被災、周囲はパニックです。遠方で災害が起きた時と違ってテレビをつけて何が起こったかをチェックすることなんてできません。スマホも災害用伝言ダイヤルや掲示板が使えたとしても、データ通信は十分にはできないでしょう。いきなり大きく揺れて周囲が混乱している、外出中に被災すると得られる情報はこれだけです。実はもうすぐそこに津波が来ているかもしれない、実は近くで大規模火災が起きているかもしれない、こういった場合、情報がなければ逃げ遅れてしまいます。なのでちょっとかさばってはしまいますが、ラジオはマストです。こんな感じのコンパクトラジオを持ち歩いておきましょう。コンパクトラジオは手回し充電機能なんかはないので電池を使うことになりますが、通電したままにしているといざという時使えないこともあるため、電池は別で入れておくことをおすすめします。またイヤホンはちゃんとしたものを持っておきましょう。付属のイヤホンはおまけ程度の音質しかなく、聞き取りにくく
断線しやすいです。高耐久で耳から外れにくいものがおすすめです。私はこんな感じのカナル型のものを入れていますが、イヤーフックがあるものなんかもいいかもしれませんね。9. アルミブランケット。アルミブランケットは冬の災害時なら防寒、雨なら雨具として役に立ちます。体が冷えすぎるのは命に関わります。今のような猛暑の夏でも寝れっぱなしで風が吹き続けているなどの環境が揃ってしまうと、低体温症のリスクも否定できません。必ず持っておくようにしましょう。 10. ブドウ糖。災害時、特に災害が起きてすぐは心も体もフル回転するため、エネルギーを多量に使います。裏を返せば、エネルギー不足では災害への対応力が低下してしまうということです。命がかかっている究極の状態のため、できるだけ消化吸収に時間をかけずにエネルギー供給をしてくれるブドウ糖を持ち歩いています。とはいえ、これは一例なので、羊羹でも氷砂糖でも何でも OK です。食べやすいものを持っておいてもらえるといいと思います。私の防災ポーチの中身はこれくらいです。お水とかモバイルバッテリーとかは基本的にいつも持ち歩いているため、あえて防災ポーチには入れていませんが、特にモバイルバッテリーなんかは大事になってくるので、普段から持っていないという方は持っておくことをおすすめします。またここからは自宅に戻った後のお話になるのですが、外出中に被災すると自宅にたどり着くまでは当たり前ですが家のことができません。冷蔵庫の中身をクーラーボックスに入れ替えたりとか、ペットの餌やりとかはできなくなってしまいます。そのせいで食料をロスしたり、ペットがお腹を沸かせてしまうこともありえます。そういう時にこそ、普段から私が備えて備えてとお伝えしているポータブル電源が役に立ちます。家で被災した時にスマホやライトの充電を気にせずできるようになったり、電子レンジなどの家電が使えるのも非常に頼もしいのですが、無停電電源装置という、停電してもシームレスに家電に電力供給をしてくれる機能があると、停電しても一定時間は冷蔵庫を稼働させず出られたり、自動餌やり機を使ってペットの餌やりを継続させることが可能です。ポータブル電源はいろいろおすすめがあるのですが、最近の私のおすすめの一つはこれ、ポシボットの F2400 です。容量は 2048Wh、 64万mAh、電力の変換ロスを加味して使える電力を8割としても 3000mAh のスマホを150回以上フル充電させることが可能です。また出力は 2400W あります。これは合計で消費電力 2400W までの機器が使えるということです。家庭で最も消費電力が大きいのが電子レンジやドライヤーで、およそ 1500W 程度なので、よほど特殊な家電でない限りはほぼ全ての家電が使えます。コンセント、 USB-C、 USB-A などいろいろなポートがあり、その全てにしっかりカバーがついているため、ホコリなどの侵入も最低限に抑えてくれます。もちろんソーラーパネルを使って充電することも可能です。これくらいのポータブル電源だとだいたい20万円くらいが相場なのですが、およそ10万円前後で買えるという最強コスパを誇っています。ポータブル電源はあるかないかで被災生活が大きく変わるため、ぜひ備えてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、お疲れ様でした。今回は外出中の災害を生き抜くために本当に役立つ防災ポーチをご紹介しました。これが正解というわけではないため、それぞれの事情に合わせて足し引きしてもらえればと思います。今は防災意識が上がっていても、きっとあと数日巨大地震が起きず臨時情報が解除されたら、ほとんどの方の防災意識が下がってしまうでしょう。今のような一時的に防災意識が上がってくれているうちに、防災ポーチをはじめ防災備蓄を進めておくことをお勧めします。防災ポーチだけでなく、本当に役に立つ防災備蓄をするために重要なことは、被災した自分を徹底的にイメージすることです。なんとなく水とアルファ米を買うのではなく、被災したら何が困るのか、どんな状況になってしまうことを避けたいのかを具体的にイメージ、その上で必要なものをリストアップしてみてください。誰が何と言おうと、その時にリストアップされた防災備蓄があなたにとっての最適解になります。あなただけの本当に役立つオーダーメイドの防災備蓄が成功することを祈っております。イメージする際に知識が欲しいなということであれば、私の動画をお役立ていただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。
最後に皆さんにお願いです。皆さんが防災ポーチに入れておくべきと思ったものは何ですか？私の防災ポーチはあくまで一例なので、ぜひ皆さんの考えを教えてください。きっとあなたのコメントは多くの人の役に立つと思います。皆さんからのコメント、楽しみにしています。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。